まあその基本的に白で関わりながら隠してやる感じじゃないですか今。ああ、そうだね。まあその方針が結構気に入って合うって言ってるんですね彼女は。ああ、だったらもうぜひぜひ、うん、まあ体験してみたらいいんじゃない体験とかあるんですか。で、うん、なんか銀行強盗今日初めてやったらしくて、それもなんか基本的にその誰でしたっけ、闇一郎さん。あ、そうですね、うん、闇一郎さん聞いて、ね、今やって捕まって、たまたまそれで軽作業で当たって、プリズムもちなみにやり方ガチ知らなくて、あら、で今教えたんですけど本当にあの、うん、真っ白、ほぼ真っ白レベルの状態なんで、犯罪に関しては、まあちょうどいいんじゃないかなっていう、もし今後やっていくんだったら、うん、まあいいんじゃない、はい、全然結構やる気も感じたんで俺は話聞いてて、あ、はい、いいと思いますよ。まあ正直 男ばっかりむさ苦しいなと思ってたんで僕は嬉しいですはい、まあ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 、はい、そうやな、はあ、ええんちゃう別に、なんかそのいいか、うちのやつらと一緒に犯罪してみて、はい、いいなと思ったらそのまま入ったらいいし、うん、合わないなと思ったらやめたらいいし、うん、ぜひスタンスよ、うちはぜひお願いします。お、いいね。ほな、二号さんの免許発行した気すんな。あ、そうなの。お、あれ本当に。あ、俺イガリス、名前出してなかった。原付免、あれ免許？原付きか、はい、二輪かなんか出したような気がする。あれ、そうやったかな。結構前に。教習ってことですよね。そう、もともと教習所やってて。あ、そうなん。教習、お猿の斉藤さん。お世話になったんやけど、あれかな、原付とかやったかもです。あーかもしれない、本当に来たばっかだったの記憶ある赤色2号さん最近来たばっかりなんこの町。あ、そうです、20日目いてないぐらい、16日ぐらいです。あーでも結構いるね。やばいっすね全然。あ、そうですか。僕とだから10日ぐらい差あるぐらいですね。僕に今今日26日なんで、まあ4日目です。え、うん、4日目プリズム3回入ってます。4日目でいかつだいぶいかついっすね。はい、なんか言われた通りにやってたら全部捕まりました借金経験あり。じゃあとりあえずうちの会社行く、そのタクシー会社一旦。あー、そうっすね。うん、じゃあ誰かキャリー仕上げて。俺キャリーしますわ。うん、お願いします。いいよ。あ、ゴンガキャリーあ、どうぞ。多分あのさすがにお客さんは、あー、そうお客さんはもう俺が下回り。てか女の子だからね、やっぱうん、女の子だから下っ端中の下っ端なんでも任せてくださいお邪魔します。どうしまんねえこれはめて取るもう初めて来てこれ。あれっすわ、何僕バレてましたわ全部。何が、あれ元々のあれでやってて、うん、車で運転しててたまたまあって、うん、職質食らって一発でバレましたね、あのあれで。すごいな、はい、もうあれだからあれっすね、完全に変装しないとダメっすね、元々あのもっと別のやつで。なんでバレてたの。全部残ってたみたいです、データベース上にも、えー繋がって。俺めちゃくちゃやってるんですけど、いろんなやつで。で、定義が残ってたやつから繋がってバレたみたいです、それで。へぇー。バレるんか。俺でちなみに1070万でしたね、罰金。結構エグい額引かれましたけど、まあまあまあ。マジで運悪かった。店回ってる時にたまたまあったんで、白夏に。うん、もうつくんだ。ここがうちのフロント企業のタクシー会社。いった。あら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 。大丈夫か。危ねえ。危ねえ。行ったかと思ったよ俺。ごめんって興味本位やった。気持ちを言ってた。話しようね。あ、でもタクシー利用したこと。危ない。あ、ある？あります。あ、本当？誰？あのー、
何やったっけ、一周年イベントの時に、うん、送り迎えしますよって言ってくれた。おみね、いがりお礼だな、あの時やってたのは。なあ、俺もやってました、ちなみに。ああ、じゃあ、ナオフィーと。うん。うん。それ、ヤニない、誰かヤニちょうだい。あ、ヤニあるっすよ。アイコスでいいっすか。うん、やん。あの、脅威張る人じゃないかもです。ああ、なるほどね。うん。で、ここの他に、あの、昇降亭って言って、はい。あの、レストランもやってて、この道まっすぐ行ったところ、西側に。あ、なんかめっちゃ和っぽい感じの。あ、そう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 。ツイッターで見かけてめっちゃ行ってみたかったとこ。今開いてんのかな。ジョガピー店開いてる？あ、じゃあちょ今から行くわ。ちなみに2号さん、僕名前言ってなかったですけど、はい、僕はハンザーって言います。あ、ハンザーさん。はい。お名前聞けてよかったです。えらいポップですね。あ、ありがとうございます。はい。ついでにじゃあ昇降亭も紹介しに行こうか。あ、そうですね、行きましょう。よいしょ。なんかもうないか。何あるんじゃない。車2台出しちゃええやん。あ、俺車じゃあ体力大丈夫か。体力、あ、助手席乗ってしまった。チャリした。あ、じゃあ行っか。はい、はい、あ、失礼します。あ、ちょっと出てる俺。なんだこれ。やばい、なんか。おい、話すぞ、いいのか。あ、まあ、すいません。200キロで話すからな。うるせえ、マジ話すぞ、お前。イナゴンがいたずらしてるだけだから気にしないで。ほんま、すいません。ちゃんとミサイルの初めてだな、俺も。はい、ついたよ。ありがとうございます。あれ、あ、シートベルト外れない。あ、たまにある。やばい、全然外れない。外れないですね。お、ちょっと浮かしたら多分いけると思うけど。外れました。イナゴも外れ。それ外さなくていいんじゃない。これどうやって、これよいしょ。お客さんいっぱい連れてきたよ。助けて。ゆかさん、あ、はい、ゆかさん、こっちこっち、はい、すごー。こっち側で、うん、これが会員カードとなります。あ、ありがとう。会員システムなんや。ちょっと私を呼ぶ声が聞こえたから。はい、今俺、ありがとう。ありがとうございました。あ、さよなら。ちなみにあのね、いちかさんがなんか会員証もらってないって言ってたから、来た時またあげた方がいいよ、なんか言ってたわけよ、会った時。あ、分かった分かった。うん、はっ、じゃあ、トグロみたいになってる。お客さん、じゃあ注文が決まっていれば。エロス消えないな。みんな注文していいよ。お買い物してもいいですか。はい、それ支払い俺に全部まとめて。はい、あら、レジの横のそのテーブルの上の紙みたいなところに心の目下の方で多分反応すると思う。ちょっとやばい、やめですか。あの割れてる。折れた。来たんでね。いや、今この人から座ったから。いいこと、注文してもいいよ。なんか好きなやつ。あ、ありがとうございます。嬉しい、嬉しい。食べた。しまいなさい、しまいなさい。牛麺と、たい焼きと。あ、ごめん。ごめんなさい。ね、今日おむすびと水まんじゅうとたい焼きがちょっと歪みで出せなくて。どうしたの、どうしたの、どうしたの、どうしたの。それ以外だったら出せます。あ、使い雑とか言うレベルじゃない、これマジで。ほうじ茶10個もらっていいですか。はい、ほうじ茶10個。はい、はい、ほうじ茶。あ、ちょみんな邪魔すぎて、ネネチがいけない。みんな出て、みんなカウンターから出て。はい、こちらほうじ茶10個です。ありがとうございます。はい、ほうじ茶ありがとうございました。ほんまにすいません、ほんまにすいません、ほんまにすいません。引っかかってるみんな。換金だけやめてください、マジで。カニのお刺身10個もらっていいですかね、じゃあ。
はい、ちょっと待ってね。うん、たっぷり大丈夫よ。はい、カニのお刺身。うん、カニのお刺身10個。ありがとうございます。飲み物はどうしますか？飲み物じゃあ緑茶10個で。緑茶10個で。うん、あ、ちょっと待って。二号さんに請求切っちゃったな今。あ、でも大丈夫大丈夫です。あ、そうです。あの社長だった。あ、パパに言ってもらったよ。何番ですっつって10万20万って言えば20万言っとれ言っとれ。にごちゃんだから食べ物も頼みな。あ、せや食べ物じゃあ頼んで、うん、どれがいいですか？何がたい焼きとおむすびとまんじゅう以外だったらあります。たい焼きとおむすび、あ、じゃあ乳麺ください。あ、ちょっと待って、なんか全部出しちゃった。雰囲気めっちゃいいですね、お店。ありがとうございます。ありがとうございます。こちら入麺となります、ね。ありがとうございます。アタック。ぶちゃ。ちょっとありやな。ありがとう。こと。あ、二号さん、今日何番ですか？さっきの10万ねねから返します。社長からいただくので。あ、308です。308。はい。はい、じゃあ鍋はオッケーで、うん、ありがとう。カニのやつを5個ずつ、5個ずつ、はい、うん、あのカニのあれとカニのカニ刺し、うんうん、カニカニ送りました。 ありがとうございます。すいません、手間かけちゃって。あ、全然こちらこそ間違えてしまって申し訳ないです。10でイエス、イエス。ヒーロー買いに来た。カニ社長はどこ行ったで。ヒーロー何買って帰った？何でしょう。絶対カニやろ、あいつ。俺なんかあのストレスヘル系のやつがいいな。チェンジルーム。これ置き替えできるんかな。できるよ、ここで。あ、中か。ここ。かしこまりです。あ、ヤマピー。はいはい。はい。おいしょ。あ、そうだ。ここ小根、さん喜ぶと思うんでこれあげますよ。お、何今日ね、BMC 行ってね、ルルちゃんからね、もらったね、これあげる。ブルートゥースか、ピザチプラ、これ2番出るかも、ちょっと待って。俺も行ったぞ、でも BMC 行って、はい、これあげるわ。その通りよ。いいよね、ここで働きたいな。これルルちゃんからこれもらって、サービスってもらったからあげます。一気飲み行きまーす。ちなみに、いや、気持ち悪い。言い方やばいだろ。Twitter にちなみにあげてるからね、俺。今日、見た。あ、見た。うん、あれ、サービスショットでおひねり100万。BMC のさ、うん、BMC って日替わりでその制服変えてるんだけど、うん、いまいち刺さる服装ないんだよな、まだ。はい、うん、みごさん、連絡先交換しよう。あ、ぜひお願いします。おった、俺は注文で。ありがとうございます。送りました。行ったかな。来た。あ、よかったです。髪型変えたんです。かわいいっていう、あの壊れたラジオみたいになってたから、うん、ちょっといろいろ説明するから、こっち来れ。はい、お願いします。どうですか、よいしょ。なんかうちはね、本当にこうやってなんか表では普通に働いてて、うんうん、裏ではなんかやってて、で白い市民にはバレないようにしてるみたいな感じで、うん、なるほど、うん、でまあ一日のルーティンみたいなやることは決まってて、はい、まあそのお薬作るとか、クラフトする人はクラフトするみたいな役割分担して、うんうん、で大体のノルマが終わったらみんな好き勝手犯罪したりとか、みんなで一緒に犯罪したりとか、うんうん、っていう感じ。結構ゆるくはやってるけど、はい、なんかまあ楽しいと思うよ。はい。なんかわかんないことあったら全部聞いてくれたらいいし、半沢さんにはちょっとお話したんやけど、うんうん、結構本当になんだろう、狭い世界でコンビニやったり、うん、まあ、銀行今日デビューしたりっていうことしかしてなくて、そのギャングのその薬がどう、クラフトがどうとかっていうところから、ちょっとなんかなんだろう、勉強するとこからにはなるんですけど、うん、なんかそんな感じでも
ご迷惑じゃないですかね。あ、全然全然全然。あ、ほんまです。うん。みんなスタートラインそんな変わらんから。うちはね、あの2番目に新しいギャングなのかな、この町で。2番目。一番新しいのが他にまたあって。うんうん、ああ、さっきちょっと教えてもらった。そうそう。町にね、今ギャングは5つあって。で、うちが4つ目のギャング。うんうん、で、また最近は5つ目のギャングができたっていう感じで。基本みんなスタートラインがそんな変わらないから、逆にその何も分かんない状態やったらうちがちょうどいいかもね。あ、ほんまです。心強いです。本当だ、本当だ。いるいるいる。何何、うん、2号さんに。あ、はい。カード。あ、ありがとうございます。はい。これ請求100万で間違ってない？大丈夫？あ、合ってると思う。ネネピが切ったやつとシュガピが渡したやつが多分ある。はい、ありがとうございます。シガピはまだまだ私。このカードって、な、なんなんやろ。持ってると、うん、1階に入れます。ほう、1階に入れる。あ、そう、うち会員制なのよ。持ってないと入れなくて、うんうん、明日からそのカード1枚50万かかるので、来てくださった方は無料でお渡ししてるって感じです。あ、ありがとうございます。はい、ぜひまたいらしてください。はい、いっぱい通います。はい。とりあえず一旦仮テストみたいな感じですか、社長。そうだね、多分一緒に動いてみて、うん、その、うん、合うか合わない、うん、合う合わないあるから。確かに。で、ここに入っていいやって思ったら言ってくれたら入れるから。あ、了解です、了解です。うん、わかりました。お世話になります。うん、今日何時まで起きてるの？今日は2時。おやすみ。まあ、また明日以降やね。ちなみにこの赤色2号さんっていう、この子なんかうち入るかもしれなくて今体験するって感じ。赤色2号です、うん、頑張ってください。よろしくお願いします。ん、タクシーってこと？あ、じゃあギャンってこと？あ、そこだ。おく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 。そう、なんかさっきプリズね、なんかあったのって、ナオヒが。そう、俺がしっかり話題人や。そうですね、ちょっとむさくらしいから女の子って思って。確かにシガピしかいないもんな。そうです。やったー、花がね。モナピさっさと沈めようぜ、ギャンに。沈めたいけどね、うん、楽しそうなんだよね、彼女。そうなんだよな。そうなんだよ。で、ちょっとみんな帰る前に時間があったらさ、鈴木さんが組んでくれたさ、シガピの車見て帰ってよ。あ、オッケー。取ってくるから。あのシュガーピーチさんは、うん、ギャン、うちのギャン。あ、そうなんや。ネネチが、ネネチが寂しそうだから、よかったらあっちで話してあげて。そうだね。あ、じゃあここにいはる人はもうみんなってことですか？あ、もう そうです、全部です、はい、あ、そうなんや、はい、あれだから、すごいケアするようになった。いや、だって、なんて、なだってそりゃするやん。あ、大丈夫ですよ。だから2号さん2時までだったら、はい、あれですよね、送った方がいいですか？大丈夫。あ、まあ、緩めの2時で全然。あ、本当に。はい。あ、てかちょっとあれだな、カウンター登ったら俺、用事があるわ。そうだ、あら、一緒に来ます、一緒に。あ、はい、お願いします。そっか、報告しといた方がいいかな。あ、社長、ちょっと2号さんとちょっとドライブしていきます。それ、あ、いってらっしゃい。ちょっと止めた、行ってきます。ありがとうございました。車で、全然全然、ネネチも来る？車みんなに出ます。今車だけど、あ、出口、すいません、すいません。ありがとう、ありがとう。これあれかな、お洋服治安悪い感じの方がいいかな。あー、そうですね、ですよね。こっちの方が助かりますね。治安悪い。実際そうっすけど。自分で色作ってんだって、これ。この世界にあるやつじゃなくて。マジで？で、そうそう。で、シガピのなんか好みを伝えて、うん、でもこんな感じのが好きっていうのをめっちゃ簡単に説明したら、うん、もうこれを組んできてくれて。いやー、かわいい。マジで。おすすめやね、詳しいもんね。マジでやばい。俺もカスタムしてもらった、鈴木さんに。これお任せカスタムだよ、うん、じゃあこれ車買っ
買っといてってお金をさ渡しといたんだよ昨日、うん、中めっちゃいいっすねこれ。あとじゃあカスタムもそのまましといてもらっていいですかって全部任せてたら今日この車が届いた。俺も行こう。やば。どこにいるの今鈴木さん。あわかんない、今どこにいるかわかんないけど電話番号はわかるよ。すごい。PY じゃないですか。いや、ね、それをやめて、もう今やめて、そうそう、自分で会社立てるらしくて。まだでも、あれまだやってないと思う。うん、昨日たまたま出会って。基本毎日、多分今、よく電話したら基本いるんで、毎日。今日はいる、今日はいる。さっき言ったから。取れなくなっちゃった。いいね。めっちゃいいっすね。取れなくなっちゃった。じゃあ行きます。はい。はい。いやだ。行きましょうか。車出す？車出すよ。あ、これがここが。今俺の車がなんか。ちょっと待ってね。車出すわ。ああいいよ。先止めて。止まんね。こっちのところに帰ってあげなきゃ。ありがとう見てくれて。みんな鈴木さんのところ行ってあげてね。さ、ね、あ、聞いてない何？あ、バイクで行きましょう。はーい、お世話になります。あれ、あ、なんか浮いた。乗れましたー。車がね、さっき僕乗ってた車が溜まった時に、はい、ワンちゃん帰ってきてなくて、うんうん、なかったっすね、今見たら。取り残されてるってことですか。そうですね、あらあら、ね、もうなんか瞑想を待つしかないかも。取りに行くか、だけど、はい、まあ、多分レッカーされると思うんです、そのうち。あ、まあ確かに、うんうん、うん、どうでした？社長めっちゃいい人なんで優しいですよ本当に。ね、めちゃめちゃなんかもっとビリッとした感じかと思ったら。うん、いや本当にだから僕らと結構緩いんで、結構まあ最近とかでなんかその大きい犯罪をよく知らしたみたいな準備してて結構いろいろと、うんうん、それが入ったぐらいで準備期間で最近結構大型っていう大きな犯罪をやり始めたんでちょうど。はい。タイミング的に社長も言ってたんですけど、結構マジで一番いいタイミングかなっていう、うんうん、みんなそんなに同じレベルぐらいなんで、その犯罪の大きいやつとかは特に、うんうんうん、まあ、今から学ぶって感じやからちょうどいいスタートラインかなとは思いますけどね。はい、まあ、肌感的にもし全然悪くなかったんでよかったです。いやなんか普通に、うん、なんやろあったかい場所に行った帰りみたいな気持ちです今。フロントもさっき説明してたんですけど、僕ら、はい、僕タクシー入ってるんですけど、うんうん、タクシーやりながらだからギャングか今のその商工亭っていうところがあったと思うんですけど、はい、そこの今いるシュガピ、はいはい、ギャンに入ってて、うんうん、ネネって今いた女の子はギャンじゃないっす、ね、あ、そうなんや、ネネさんもかと。タクシーには入ってるけどギャンじゃないっすよね、うんうんうん。女性はシュガピさんだけですか？そうなんですよ。あ、そうなんや。今俺らのギャングに入ってるのはそのシュガピしかいなくて、うんうん、僕はちょっとむさ苦しいんでそろそろお腹になると思ってていい女の子おらへんかなと思って探してたらプリズンでたまたま今あったんで。いや捕まってちょっと初捕まりでへこんどったんすけど入れてよかったっす、あのタイミングで。ちなみに俺も本当に運が悪くて捕まったんでラッキーだったっすね。だから確かに結構追われ続けてたんですもんね。ああそうっすね、普通にでかいやつやってから逃げて、うんうん、指名手配食らって逃げろかなと思ったら運悪く捕まっちゃったんで、ほんまにたまたま偶然あっこに。そうですそうです、本当に偶然です。ちょっとまとめてもらっていいですか。おい、わかりました。こんばんは。皆さんこんばんは。あのひょんなことからこのようなことになって今です。ちょっと録画しとったんやけどあれやなと思って衛星を
急遽つけた次第ですね。いきますか、じゃあ。はい、お願いします。シュガピさんはどういう経緯で入らはったんですか？なんかもともと僕がこの町に入った時からまあいたんですけど、うんうん、まあ、社長の紹介かな。ああなるほど。社長が前の町からの多分知り合いで、うんうん、ほとんど多分そうですね、メンバー的には、うん、社長の前から馴染みの知り合いが多いです多分。へえ。なんか、まあ、僕はちなみに社長からの名前から馴染みの知り合いじゃないんですけど、はい、まあ、入ったって感じですね。あの基本あれ紹介で、うんうんうん、ひがりさんっていう人がいて、あの免許更新センターの人だったんですよ、ひがりさんも。はい、あ、言ってはった。で今辞めてギャングなんですけど、このある前にあの紹介してもらって、だから免許更新センターにいるとき、ひがりさんが、うんうん、に僕紹介してもらって入ってた。ここに、あ、なんかこれめまいかな。あ、ストレス、ストレスが、タバコあります？タバコがちょっと今切れてて、なんかミルクとかでいけるかな。これどうすか、これ、これで多分ね。すいません、ありがとうございます。俺もちょっと飲みますわ。なんかやばい、ひら、ひらかんくなった。なんかめちゃめちゃまさぐってる。あ、降りてもうた。はい、の、これ何ですか？なんかネジ色の、あ、ゲーミング、ね、ゲーミングコーヒーって言ってあのストレス解消になるんで、一瞬で回復した。犬カフェにあります、それは。あ、そうなんや。そうですね、はい、飲み物とセットの方がいろいろやりやすいんや。そうですね、まあ僕は結構ヘビースモーカーでタバコよく吸うんですけど、今タバコ切らしちゃってて俺も、うんうん、タイミングでちょうど。ちなみにギャングのやり方ちょっと教えられないんですけど、はい、でもやることってなんか薬打ったりとか、はい、犯罪したりとかなんですけど、はい、あ、今からちなみに薬売るとこっす。薬売るのは、はい、なんか店みたいのがもうつきますよ。ちなみに、あ、これです。お、コンビニ。あれ、あ、お前人おる。車、バイク乗ってまでですか？はい。これ、ちなみに打ったら通知。あ、やばいかも。やばい。お、あ、乗れました。打ったらちなみに通知飛ぶんすよ。なるほど。ちなみに一発今1100万入りました。えぐいっすね、銀行1回分。あー、もうそうですよ、薬めっちゃ金になるんで。まあこれは結構僕らギャング間ではメインしのぎです。うんうん。めちゃめちゃ頑張って全部売り切ったら、はい、1日一応理論上は1億稼げます。へーへー、えぐいっすね。それをギャングに入ったらまあ、やっていくって感じなんですよ。うんうん。打ったらその通知がいって、うん、割と駆けつけてくる感じです？警察ですよね？来るときは来ますね。うーん、あんまり来ないですけど近かったら飛んできますね。あー、なるほど。ちょっと預けますお金。はい、ちょっと待ってくださいね。うん。行きますか。
ちなみに明日はいる感じですか？明日はいると思います。あ、なんかとりあえずなんか一緒にやって犯罪とかねやったりとかして、うんうん、合うか合わないかみたいなあれですけど、多分なんか僕が一応連れてきてるんで、もう僕の判断とかで行けそうだったら、まあ、あとは2号さんがどう思うかで、はい、もう社長的な反応を見とったらなんかもういつでもどうぞみたいな感じなんでなんかもう別に入りたかったら入りたいって言ったら入れます。ぶっちゃけも言っちゃった。あ、ほんまです、ありがたいです。燃料入れます。はい、あと一個だけ、はい、気をつけてほしいのが、うんうん、そのさっきお友達言ったじゃないですか。あ、そうですね、その辺聞いときたいな。いるんやったら、うん、まあ、まずもう情報は漏らさないでほしくて、はいはい、全部、まあ、正直今話した内容もあんまり言ってほしくないですね。今日話した、うん、まあそうですね、うん、何も言わないっす、うん、うん、基本的にはだ、もし仮に例えば彼もここに入るってなったら話変わってきますけど、はい、そうですね、正直半グレに関しては僕ら結構今さっきも言った厳しいんで、はい、警戒もしてるんですよ正直。何してるっておっしゃいました？ギャングは基本的に半グレのこと警戒してるんで。ああ、警戒、はいはい、うん、要は例えば2号さんが他のギャングに入ってる可能性もあれば、そうですね、半グレで情報抜きに来てるって可能性もあるじゃないですか。ああ、なるほど、確かに。ちょっと待ってね、だから今西の銀行強盗してる今。あ、オッケーオッケー、いや西の銀行パトカー1台向かっていったよ今。西海岸パトカー2台目、多分誰かやってるわ銀行強盗これ、まあ、こんな感じで今無線飛ばしてるじゃないですか。はい、こんな感じでギャングだとどこに誰が何をやってるかってすぐ分かるんで、うん、それだいぶ幅広がりますね。ちなみに無線的には今から銀行強盗みんなやるっぽいですけど、はい、みんなでやったら警察も全部分散できるんで、うん、確かにギャング強いんですよそこは。そうですよね、はい、なんか今までっていうか、まあなんかちょっとやった時は、うん、マジ忙しそうやから今行けんじゃないぐらいの、うん、割と騒がしいから今ちょっとこそ泥やったらできるんちゃうぐらいのことしかやってないんで。あ、まあそうやろね。いや、幅広がるのは楽しそうだな、まあ、結構まあ個人犯罪もきついのは俺は知ってるんで、やってたからだって俺一人でやってて、うんうん、結構稼いではいたんですけどその時も、はい、限界値がやっぱあるからどうしても。これあれ買いますか、タバコ。あ、買いたいです。てないかな。これ一人ずつか。あ、いけた。あ、あるあるある。あ、よかった。20個ありますよ残り。こうときます。お金あるんすか今。なんかそこそこな感じです。ちょっとなんやろ。ないわけじゃないぐらいの。どんぐらいあるんすかちなみにあれは。これなんぼやろ。1500ぐらい。おー、合計結構あるじゃないですか。頑張ってますね。なんか500って結構白紙めて大変ですよ、ちなみに稼ぐ。あ、ほんまです。うん、まともに働いても結構稼げないかも。買いました？買いました、ありがとうございます。あ、ちなみに手持ちって金持ってないですね、大丈夫ですか？手持ち、今の手持ちです。今の手持ちの方が多いです。あのあれやから、強盗銀行帰りやから。あ、預けた方がいいっすよ。あ、ですよね、はい、あ、コンビニでも預けれるんや。あるんで、ありがとうございます。これ、あ、ほんまや。
手持ちって大体何本ぐらいやった方が、ほぼゼロでもいいけど、うんうん、使うなんか現金じゃないとできない場所もあって、買い物とか、はい、例えば僕はいつも大体30万ぐらいですね。なるほど。なんで手持ちちなみに少なくしとかないといけないっていうと、さっきも言ったんですけど、個人犯罪者半グレっていうのは、はい、危ないんですよ本当に。場所によったらマジさらわれたりするんで、はい、お金全部取られちゃいますよあ、割とそんな気軽に、あ、いけました。あ、OK です。もうだから手持ちはもうほぼゼロで大丈夫です。了解です。こんにちは。こんにちは。仕入れですか？うん、自分看板買いに来た。あ、なるほど。うん、お世話になってます、いつも。おー、いっぱい使ってあげて。ありがとうございます。ありがとうございます。え、ここの店長さんね、なんかコンビニやってるイメージ。あの看板よく見ます。そうそう、かわいい看板。そう、仕入れが多いからここは。あ、そうなんや。安いんでおすすめっす。どうしようか、ここか。なんかわかんないことあります？逆に聞きたいこととか。わあ、一個ちょっと気になっとったことがあって、その、うん、さっきの矢道郎さんぐらいなんですけど、つながりあるのが、うん、なんかそういう、うん、なんだろう、グループ外の人との交流とかってなんかどういう感じになるんかなっていう。ギャングとしてやってる時は、はい、あんまり関わらない方がいいですね、うんうん、ぶっちゃけ。なんか例えばの話なんですけど、ギャングとして所属してる時に半グレと一緒にやってたら、こっちから見たらうんってなるんだやっぱり。うんうんうん。ちなみに僕の家です、ここ。え、お家これちなみに1億です、この家。やば、いっ、買いますよすぐ。一軒家。一軒家です。いいっすね。え、しかも海見える。そうなんです。あ、めっちゃいい、めっちゃいい。ちなみに心の目で、はい、やりますよ。あ、ここはい、お邪魔します。ほな、疲れた時は僕いつもここで休んでるんですよ。ちょっと疲れたんでね。ほんまや。いいでしょ。いや、いいっすねこれ。まあ基本的に、うん、ハンザーナオフィっていう名前でやってる時は、はい、僕は白市民としてやってるんですよ。うんうん、はい。で、まあ、要はその闇一郎さんと交流するとき、はい、まあ、その城としてやるときはいいんじゃないですかね、うんうんうん、なるほど。ただギャングとしてやってるときに、さっきそのちょっと話切れちゃったんですけど、まあ、要は犯罪、銀行とか例えばコンビニやるときに、うんうん、一緒にやったりとかするのはちょっとあれかもね、うんうんうん、俺らは分かってても他のギャングの人が要はそのやってるとこ見たりとかしたときに、はい、なんか半グレとつるんでるってやっぱ見られちゃうんですよ、どうしても。うんうんうん。結局だからなんかオタクのそのギャングの人どうなってるんですかみたいななっちゃうんで。はい。半グレとくるんでるからなんか裏切るんじゃんとか。結構その俺らギャング同士のやっぱ情報って他の人には情報を流さないようにしてるんですよね。うんうん、暗黙の了解みたいな感じで。はい。だからなんかそういう部分では。結構目光らしてるんで、よくだからもう正直この街なんかしてたら絶対筒抜けになっちゃうんですよ。この結構いるんですよね。ここは城としてやってる人とか、はい、ギャングとしてやってる人でもいろんなとこにいるんですよ、うんうんうん、だからどこで何やってても結構ほんと筒抜けになっちゃうんで、すぐに、はい、行動に関してはそういう感じですかね、うんうんうん、矢一郎さんともしやっていくんだったら城として関わるのは全然大丈夫。うんうんうん。今ちょっと状況が悪すぎて、はい、普通に今までだったら大丈夫だったんですけど、状況的に今厳しいです、ぶっちゃけ。
その半グレ云々がっていうことですか。あ、そうですそうです、本当に、はい、結構厳しいんで。もう他のギャングどうなんか分かんないですけど、人によったらなんかギャングなんかね、ギャング間で、はい、ギャングですかって聞いてて、はい、ギャングじゃないやつでダメなことしてたら多分マジ沈めて殺されますよ秒で。なるほど。いや本当や物騒なんですよ。え、仮にその知り合いがギャングに入ったってなったとして、それがそのまあなんだろう、関わってるところじゃないところだった場合、うん、もうそう城としてだったらっていう認識で問題ないですか？ああ、それに関しては別にギャング別のギャングでも別に俺ら別にそんな仲悪くな仲悪くないんで、うんうん、全然話すの問題ないと思いますよ。ああ、じゃあもう普通の交流やったらそんな問題ないけど、一緒にもう犯罪とかやんのはあかんし。そうですね。例えば、それってだからも、例えば2号さんがモズに入って友達がアンブレラ入ったって話ですか？うん、あ、そう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 。ああ、それはまあボスに相談した方がいいんじゃない？うんうんうん。基本的にでもなんかそのうちわで基本みんなあの犯罪することが多くて。はい。別と別で犯罪することってなんか意見が合致しないからあんまりないから、ね、そうですよね、そういうイメージがある、うん、そうだからそれはなんかモズはモズで例えば情報交換、そのモズの情報をアンブレ流すとかはもうご法度、うんうん、そうですね。別に基本的にはでもまあルールさえ守っていれば俺らは自由なんで、うんうんうん、なんか心配なら、まあ、俺に聞くとか他の人に聞くなり、うんうん、社長に聞くなりしたら教えてくれると思うから大丈夫です、そこは。あ、わかりました、うん、ありがとうございます。自分の中でうーって思うんやったら聞いた方がいいと思う。あ、せやね、そうします、うん、基本はね。そう、まあ、あ、でもそんな堅苦しく考えなくて大丈夫ですよ。まあ、とりあえずその今日知ったこととかを外部に流さんっていうのは徹底して、あ、そうそうそうって感じですよね。そう、まあじゃあ先になんか考えうることとして言っとくと、うん、例えばですけど2号さんが例えばじゃあこのあ、ギャングに、はい、入らない選択肢を取るとするんじゃん、ここにね、はいはいはい、それでその今の情報を例えば外に流してしまうと多分街で見かけたら一生沈めます、ね、そうやね、それはそうっすね。あの無限に殺しに行きます、うんうんうん、逆にギャングに入るとするじゃないですか、はい、やらないと思いますけどギャングに例えば入ってギャングでそのもう完全に裏切って、うんうん、ハングレとして戻ったりとか他のとこに入ったりしても、うんうん、多分基本的には一生沈められます。この街にいた限りはいる限りは、はい、見つけ次第一生沈められますから。ああ、なるほど。裏切り行為っていうのが本当にご法度で、うんうん、なんかあの筋通し例えばですけど、なんか人によるんですけどギャングに入って、はい、例えば筋通してギャングを抜けて自分でギャング立ち上げる人もいるんですよ、うんうんうん、そういうのも筋が通ってたら別に大丈夫なんですけど、はい、勝手に抜けて要はギャング内の情報とかを全部持った状態で自分のギャング立ち上げても多分一瞬で潰されますね。まあそうですよね、それは、うんうん、他のギャングが多分協力して多分潰しに来るんで、はい、まあ、だから基本はそういうなんだろう、裏切りは全部なんかもうやばいっす。了解です。考えない方がいいっす。刻んどきます胸に。まあ、俺もなんか入るとき言ってたんですけど、はい、なんか今後もしなんかあれば俺自分のギャング立ち上げるって言ってるんですよ、はい、俺は、まあ、今のところまだ考えはないですけど、うんうん、今後どうなるかわかんないんで、うんうんうん、もしかしたら自分のギャング立ち上げるみたいな、そういうことに関してはここは本当に自由で、うんうんうん、でやることさえやっとけば基本は何も言ってこないです。なるほど。だって俺ここのギャングに入って4ぐらい使ってる自分だけで。はい、社長怒らないです。お返しも稼いでるんで。そうか、この家もそうやし、うんうん、車もめっちゃ持ってて物件も結構持ってるんですけど、はい、へえ。さっきも言いましたけど2日で1億ペースで稼いでる時があったんで、うんうん、それやと基本買えちゃうんで家とかもすぐに。まあそうですね、そうす、動くお金が違うな。いやレベチですよね、多分仕事っていうかこの町で存在する仕事の中じゃ 100% 一番稼げます。ギャングがいい勝負するんやったらメカニックかな。へえ。メカニックか
まあ、警察でもうめちゃめちゃ検挙できるか、うんうんうん、具体的に言うとなんか銀行強盗って多分今さっき刑務所に入ったからあれなんですけど、銀行だと450万なんですよ一発、うんうん、はい、それの半額がポケットに入るんですよね警察って検挙したら、はい、物によったら僕だってさっき1000万切られたんですけど、うんうん、1000万だと500万手持ち入るんですよ、はいはいはい、切符切った人がね、うん、だから極端な話1000万の切符を1日10回切ったら5000万入るんですよ、はいはいはい、だから検挙次第になるよね警察のマネって。あ、そうですね、でも そうなると警察今多いから結構取り合いみたいになりそうですね、ぶっちゃけね、譲り合いもあると思うけどね、うんうん、この人検挙したからこの人切るっていう状況が間に合わないから、その事件が多すぎてね、はい、こうやって今これになってますけどこんな感じで忙しそうやもんね、でもなんやかんや、だから安定してお金が入るのがやっぱメカニックと、うんうん、ちょっとリスクがあるけどギャン、うんうん、と思うから、まあそうね、まあおすすめです、お金が欲しいんだったら、はい、いやおもろそうやなって、うん、おやすみ、なんか他にありますか？なんかごめんなさいね、むしろ2時過ぎてるけど大丈夫ですか？あ、まあまあまあ、うん、なんか聞きたいことあったら何でも、なんやろ、ちょっと着替え、この格好でおるのまずい、うん、あ、まずいんや、この家は、あ、てか着替え、あの家の中、家の中着替えます？俺の家の中いいですか？入らせてもらっても全然ギャンと関係ない話なんですけど、はい、なんか近所の家にも入居者おるんですか？います。お知り合いとか？両方とも知り合いです。ああ、そういう感じなんや、楽しいですね、ですいいっすね。ドアベル鳴らしてもらっていいですか？じゃあドアベル鳴ったかな。お、入れた、お邪魔します。わ、おしゃれや。お、あ、あれですね、ちょっと待ってくださいね。お、近く来れますか、こっち。はい、鍵、僕の合鍵です。めっちゃレアなもんもらってもうたかも。じゃあ、ね、鍵ないと使えないですよ、うん、ここ。あ、ですよね。そう、これ使うために鍵一回渡してもらった感じ。あ、使えないですね。あ、歪んでるから一回出入りしたら治るかも。あ、わかりました。一回出まーす。はい。お邪魔しまーす。あ、ちなみに、いけた。この家結構鍵渡してるんですけど、はい、あの男だけ、男一人と残り女の子に鍵渡してますエンジョイしてますね。ハーレム作ろうかなと思って。お返ししときます。大丈夫です。あ、ポケットに入るわけじゃないんや。はい、ここは女の子に興味があるんで女の子に鍵渡さないですよ、ね、ここで女の子集まってパーティーできるってことですね。そういうことですよ。でちなみにハウジング僕してなくて、これもともとこれなんですよ。へえ、おしゃれでしょ、これもともとこれなんで。なんかこういうのってなんかデザイナーさんみたいのがいはるんかな。あー、そうっすね、なんか不動産が基本的に紹介してくれるんですけど、不動産屋さんがあって、はいはい、で物件を買いたいって言ったら物件その選んだりとかできますね。基本的に外装が、今僕のこの家の外装があるじゃないですか、はい、外装に応じてまず値段が決まってて、はい、そっからこの内装もランクがあるんですよね、うんうんうん、僕の家は確か C ランクです。これで、え、これで C なんや。あの S まであるんですけど、 S はもうありえない額してます。100億とはやば。 A で確か10億、
B で5億確か。 S 住んでる人おるんですか？多分いないと思います。あ、おらんねや。今後出てくるかもみたいな。まあバケモンなんで無理っすね。まあ現実的に A までやったら買えるからって感じじゃないですか。うーん、多分ギャングとかで使われたら A ランク帯とかかな、アジトとかそういう感じ。なるほど。ああそっか。多分 C とか B で十分やと思う大体。あ、ちょっと、はい、そろそろ。あー、オッケー、そうです。うん、なんかどっか送ってほしいとかありますか？送りますよ。あ、なんかどうにか帰りますわ。いいっす、いいっす、送りますよ。あ、ほんまです？じゃあ、せっかくレギオンあたりまで。レギオンで、わかりました。はい、ありがとうございます。ちなみにちょっともう一回俺の車が使えるか試していいっすか？あー、無理っすね、瞑想まで。はい、戻ってきてほしいですね。多分3時で帰ってくるか。なんかなんかね、ちょっとぎこちないです乗るのが。うん、お願いします。いや、でもいろいろ話聞けておもろかったです今日。ありがとうございました。全然大丈夫ですよ。よかったですね、なんか間がね、タイミングが。いや、ほんまに、まあ、プリズンで多分、ね、会ってなかったら多分知らなかったんだ。本当に。いや、まあやっぱり結構ね、個人犯罪者は保護してあげないとかわいそうだなって僕なりの考えがあるんで、やっぱ沈められますからね。だってね、もう立ち直れへんかもしれへん。まあなんか結構僕がやる気感じたのと、やっぱり初めて今日やったっていうのがあったから、まあ、ちょうどいいんちゃうかなと思って今後。いや、ありがとうございます。まあ一番やっぱり大事なのは女の子だったってことなんですけどね。いや、僕の採用条件はここですよ。いや、よかったっす。なんかすごそう、初めて見る車両よ。事件でもあったの、すごそうや。火事みたいな車やった、うん、ありがとうございます。いえいえ、明日も多分、ちなみに僕ほぼいるんで、うんうん、あ、てか連絡先交換しないよ、これ多分。お願いします。交換しときますわ。一番忘れてた大事なこと、まあ、名前があれかも。まあいいや、これで。あのビスパリシムル父のマルコになってる名前が。あら、それお着替えしただけや。名前変えといた方がいいよ。変えときます。うん、あれ、ライチロさんじゃないの、あれ。あ、多分そう。ちょっと。じゃあ、もう寝る感じですかね。あ、そうですね。了解です、じゃあ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ほな、また。また明日連絡します。はい、連絡入れます。はい。はい、おやすみなさい。2号さんかな。あ、どうも。昨日ぶり、一昨日ぶり、一昨日ぶりかな。出資証目外れてる。はい、おめでとう。今日からじゃない、昨日から。はい、今ちなみに素材屋さんになってます。お、いいっすね。またなんか素材売ってください。はい、ゴーさんにちょっといろいろ教えてもらいまして。あ、いいっすね。はい、ゴーさんすごいからな、なんか車とかもおしゃれやし。すごいっすね。あの今日一緒にこうついてた時にプラスチックを
なんか1000個を1000万で売ってましたね。へえ、プラスチックを1000万。はい、1000個集めて1000万。やっぱえぐいっすね。すごかったです。なんか賑やかな。え、おっちゃんがちょっと一回、はい、失礼します。はい、自分もそうすいません、ちょっとまだゆっくり話しましょう。はい、また今度。おっちゃんおる？取り込んどるかな。あ、どうした、ちょっとごめん、今ね、あのちょっと行かなかとか。あ、オッケーオッケー。どうしようかな。どうした？お金とか、あ、番号教えてくれる？イベント番号から電話がってきてたの。今2号？あ、そう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 。ちょっと待って、一瞬レギオン戻るで。あ、ほんま？忙しそうやね。お金渡そう思って。ああ、そうそう、番号番号。246。246、送っとくわ。バッチリ成功した。成功はしてないけど。成功なったよ。うん、いや、ありがとう。まあ、あれ、ジョーカーさんだろ。あの人。名前なんやったっけな。そう、あ、でもさっきさ、なんか話しかけようかなみたいな。話しかけられかけてなかった？あ、なんかあんまり変わられないとこはあるけど。ん？いや。うん。うん。分からん。話しかけない。俺ちょっと今言っといて。あ、あ、ごめん。番号も変えて。なんで？番号。246。246。オッケー。ありがとう。忙しいとこ。24コンコン。何ぼやっけ？いいよ。50万ぐらいでいいよ。100で。おお、ね、もっと渡さなあかんとこやけどな。あと返すもんあった？いや、もう全部取られたろ。あ、そう、取られたと思う。あと銀行セットのな、ちょっと今素材が全然足りんくて。何？あ、なんか声したけど。おるな。何もなき。え、殴られてる。何も見えへんもんね。離れた方がいい。いや、もうバリ絡まれる。なんかもう、なん、うん、また。いや、ほなね、ありがとう。なんか超命狙われるねんけど。よし。ということで、ごめんね、遅くなったけど、ハタンさん25チェありがとうございます。多分仕事中で届いてないけど、ありがとう。ご主人らさん、こんばんは。皆さんこんばんは。マサさんこんばんは。リンドジさんこんばんは。今日はちょっとガチャガチャだけしようかなと思って、配信外で目覚ましたんやけど、衛星外か、衛星外で目覚ましたんやけど、いろんなことがあって、銀行強盗をし、プリズンにぶち込まれ、さっきのお兄さんと出会い、ちょっとお話をするってなって、はい、衛星つけた次第です。で、ちょっとなんやろ、まあまたゆっくり話すわまたゆっくり話す。で、 YouTube にあげれるかな。なんかそんな感じで、まだちょっとよかったらお話聞いてください。ありがとうございました。ちょっとドタバタやってんけど、付き合ってくれてありがとう。今日のぞきに来てくれた人も、フォローしてくれた人もね、ありがとうございました。夜ほぼ毎日配信してるんで、よかったらまたのぞきに来てください。元気だよ。もう声も出るし。また明日もやると思います。楽しそうになってきた。おやすみなさい。ありがとうございます。いやー、ワクワクすることが起きたね。うん。ありがとうございます。見守ってもらって。おやすみなさい。あ、見逃さないさんも。こんばんは。そう、ちょっと突発でつけてました。さっきのギャング入りそうならまた見に来ます。あっこのファンで、のぞきに来てくれたってことかな。ありがとうございます。
引き続き第2幕みたいな感じになるな、第2幕みたいな流れになると思うんですけど、お付き合いいただけると嬉しいです。ほな、おやすみ、ありがとうございました。また明日。